今回使用しますのはホンダの CBR650R ですね。あ、やはり4気筒。あ、すごいいい音しますね。いや、やはり大型のね、4気筒になるとね、迫力が違いますね。さあ、それでは早速使用していきたいと思います。いやー、もうこのミドルクラスから全然違いますね。やはり今この一つ前にホンダの 400X2 気筒のバイクなんですけども、乗った後にね、排気量順にね乗っていってるんですけども、いやー、やはりこの400とね650のこの差は大きいですね。かなりこれ4気筒なんですけどもね、もう4気筒でも9500回転で63ニュートンメーターということで、ね、もうトルクもまだ全然違いますね、400と。そして最高出力の方が12000回転で95馬力と、これまたもう100馬力に近いぐらいね。早い。あ、でもちょっと12000回転の最高出力まで使い切るのはちょっと難しそうですね、さすがに一般道ではね。まあ、そのあたりが大型のちょっとフラストレーションが溜まっちゃうところでもありますけども、しかしこのやっぱ4気筒のサウンドがいいですよね。個人的にはね、4気筒のこのエンジンサウンドが好きでね、4気筒を乗ってるんですけども、やはり4気筒いいですよね。まあ、さすがに前傾姿勢はね、ある程度前傾姿勢ちょっときついかなっていう印象はありますけども、長距離になったらどうなんでしょうかね。まあ、4気筒の大型バイクということで、そこそこのエンジンからの熱もね、ある程度走ってたら出てくるとは思うんですけど、今のところはまだね大丈夫ですけど、意外となんか細身な印象を受けますね。なんか縦長の細身っていう印象を受けますけど、ちょっとやっぱり前傾がきついかな。さすがにでもちょっとこれで日本、僕ね毎年バイクで日本一周とかしてるんですけど、ちょっとしんどいかな、日本一周するには。あ、これもちょっとサイドスタンドが短いかな。先ほどの CBR250RR に乗った時も思ったんですけど、同じようなサイドスタンドですね。あ、鍵がここなんですね。この辺の位置とかじゃなくてね。さあ、それではマフラーサウンドを聞いてみたいと思います。すごい、レスポンスがいいですね。さあ、それでは足つき。私、身長 173.6 センチなんですけども、まあ、普通ぐらいかな。良くもなく悪くもなくといった感じでしょうか。かかとは普通につきますけども、ちょっとステップがちょうどね、足を下ろした時にふくらはぎにちょっと当たる感じでしょうかね。で、通常運転してる時はこれぐらいのね、前傾姿勢ですね。で、伏せるとこれぐらい、パーンといった感じですね。止まってみると意外とそんなに前傾きつくなさそうに思うんですけども、走行中は結構なんか前傾きついなっていう印象だったんですけどもね。さあ、スペック見ていきたいと思います。最低地上高が130mm、 ちょっと低いですね。シート高が 810mm、 車両重量が 211kg、 燃料消費率が 60kg 走行時でリッター 31.5kg、 WMTC モード値でリッター 21.3kg、エンジンの方が水冷4ストローク DOHC4 バルブの並列4気筒ですね。最高出力の方が12000回転で95馬力、最大トルクの方が9500回転で63ニュートンメーター。燃料タンクの方は15リッターで、あ、レギュラーガソリンですね。フロントは油圧式のダブルディスク、あ、これラジアルマウントのダブルディスクですね。そして倒立フロントフォークの、タイヤが幅が 120mm、扁平率 70% の17インチ、そしてリアの方が幅 180mm の扁平率 55% の17インチですね。結構ね、リアシートのね、幅は広く感じますね。長さは短いですけども、どうでしょうかね。でも、持つところはないですね。もうこれを持つしかないと言っても、まあタンデムはちょっと微妙でしょうかね。この辺はね、ザラザラといった滑り止めのようになってますね。そしてこの辺りはカーボン調。ホンダはこういうのが多いですね。
この辺りのね、このゴールドになってるところがね、またかっこいいですよね。そしてここから見えるね、この4気筒のね、4本。これがいいですよね。斜めにこの4本見せつけるかのようなね。インターネットでね、実際に購入された方の口コミを調べてみたんですけども、燃費の方がリッター年中24から25キロほど。他の方の書き込みでは、下道で15キロぐらい。高速使うとリッター25以上出ることもということなんで、まあ、乗る人によってね、ばらつきはありますけども、24から25ぐらい走るみたいですね。他の口コミを見てみますと、カウルは控えめなので暴風性能は低そうですが、高速に乗ると差が顕著に感じます。ネイキッドと比べると明らかに疲労は減少します。他には、シートがやや滑りやすい。クッションは柔らかめだと思う。エンジン性能は650でもかなりパワーは感じます。街中では特に不満はないです。慣れてくると高速に関してはもう少しパワーが欲しいと感じますとか、一言でスポーツツアラーと感じます。重すぎず、スポーツすぎず、遅すぎずで本当にちょうどいい位置にいますね、とか、乗り心地に関してツアラーになるのでそこまで前傾姿勢ではない。ただハンドルのブレを感じる。ツアラーなのにロングツーリングは手が痛いし痺れるっていう書き込みがありますね。他の方もね、書き込みでハンドルの振動は確かに回せばすごいですが、これもキャラクターと割り切っていますっていう口コミもあるんで、ちょっとハンドルのね、振動が気になるっていう書き込みがありますね。なんか若干このスクリーンとかもね、なんかちっちゃい小ぶりな印象を受けますけどね。4気筒の割には結構ね、回転数引っ張って上がった時にね、お股の方に振動がビリビリビリときますね。結構ね、このアクセルをね、繊細に扱わないとこうラフにね、開け閉めしちゃうとドンドンっていう、こうちょっとした衝撃が来るっていう感じがしますね。まあもちろん大型バイクのパワーがあるんでそれはそうなんですけど、まあ、正直言うと個人的にはね、自分が乗ってる GSR750 の方がちょっと乗りやすいかなっていう印象はあるんですよね。まあ僕のチャンネルはね、感じたことをね、そのまま忖度なく伝えるっていうコンセプトでやってるんで、良くも悪くもね、感じたことそのまま言っちゃうっていう、個人的には好みではないかなっていう、同じ4気筒なんですけども、まあ乗車姿勢もとかそういうのも影響はしてるんですけども、なんだろう、全体的にあまり乗りやすい印象というバイクではない、正直言っちゃうと。CB650R に乗った時もね、同じような印象を持ったんですけども、まあデザインとかはね、すごくかっこいいんですけどもね、